芝にいたぞ。皆さんこんばんは。東京ポートシティ竹芝からお届けするラジオ番組ポートシティラジオ、パーソナリティのケイバンガイレトロ京極です。中村です。このポートシティラジオは吉本の若手芸人が月替わりでパーソナリティを務め、独自の目線で東京竹芝の魅力を見つけていく番組です。今月はケイバンガイレトロが担当させていただきます。はい、お願いします。初回かと思われる最終回かどうだな竹芝に聞いたぞ。最後やから初めての人ね。全力で楽しもうっていう気持ちですよ。あ、いや寂しいですよ。最後やから。9月は僕らが担当したんですけど、はい、これがでも放送されるのはあれなんですよね。 10月、いや10月を飛ばすんや。あ、10月924。あ、なるほどなるほど、はい、じゃあもうこれが最終回。これが最終回ですから、はい、ちょっとね掛け合っては見たんですけど、やっぱり月替わりと。まあ、そあんま掛け合ってなかった放送内でチクチク言ってただけやったから、うん、無理な分かってるから。まあ、それは無理やから意味分かれへんもんな、いきなり、うん、ここで別に感じ悪い急にということで、次からはまあおそらく次からというか、まあ、次の1ヶ月、はい、次の10月担当は、はい、マリーマリーになるのが濃厚濃厚ね、あの、うん、一応マリーマリーで考えてますけど、先月じゃない、先週か、 99% ですよね、はいはい、先週はね一応誰がいいですかねみたいな話出てて、エバースと散々エバースの話した後にマリーマリー、マリーマリーだなってなった。でもエバースと会ったんよ、うん、昨日かな、うん、多分お前らになるかもみたいな変なあのかわいそうに。でもその最後の方にそのあマリーマリーも名前出したタワーって言ったら、あ、いやマリーマリーじゃんそれ完全に気づいてた。あ、勘いいやな。勘よかった。絶対マリーマリーじゃん。まあマリーマリーですね。マリーマリーはちょっとあれよね、なんか今まで女性、まあ、男女コンビとかいなくて、はい、女性目線がなかったからね、こんなね、また男くせえの入れてもしょうがないんで。前回も言ったけど、その女性目線のみたいな、ほんまに聞きたいわ。全然違うと思うで。な見方、ほんまに全然違うな。何を大事にすんのやろ、ほんまに。しかもマリ、そう、エビハラ彼氏おるやん。うん、芸人とね、そうそう、同期と。だからそのデートみたいな、そのほんまにここでやりたいとか実践しそうじゃない。でもなんかもうそういう関係性じゃないらしいよ。何長いねって結構もう、うん、5年、だいぶ長い、5年ぐらい考えられへんぐらい長いもんな。付き合って6年ぐらい付き合ってるみたいな、うん、なんか言ってて。いやでも俺見たよ、そういう感じよあの新宿で会ってん。あ、そうなん、うん、でも新宿のなんか電気屋さんとユニクロがつながってるとこがあんのよ、うん、駅の近くの、うんうんうん、そこのとこもう、え、すごい有名人っていうオーラで歩いてきたんが海老原ドスドスで、それを向かった先にちゃんとキムがいた。キム、キムね、デートしてた。ヤママンの、うん、これはヤママンも候補に上がってきますね。いや確かに唐達さんが OK やったら、これ神保町でいうところのヤママンなんで。ヤママン、ヤママンっていうね、それがね、キムと。あんまりさ、あんまり表立ってエビちゃん言わんかったけど、まあ、別に隠してもないし、わざわざ言うことでもないしみたいな。そうそう、でもほんまはさ、結構舞台上とかでも聞きたかったりするやん、一緒の舞台な、うん、一緒の平場とかに出てたら。まあなんていうの、やっぱり男の芸人はさ、うん、めっちゃ如実にファン減ったりするよああ、うん、そのね、芸人と付き合ったりしたら。でもこれ、こと女芸人になると、はい、彼氏がおるの方がお客さんの共感集めれるから。確かに、実はそっちの方が良かったりする。よし、キムっていうのもいいよなキムっていうのがいいな。確かに、みんな知らへんかもしれへんけど、うん、調べてみてください。山マンの木村、あ、こいつなんやっていう感じのエビちゃんが好きなタイプこうなんやっていうね。いやでもこれちゃんとあるんですよ、うん、理由が。何？エビちゃんって元ヤンなんですけど、うん、すごいヤンキー、めちゃめちゃヤンキー。何やったっけな、なんちゃらのタランチュラって呼ばれててな、異名がついてたんです茨城のタランチュラやばい、茨城のタランチュラみたい な, たい な, なんか今時今時今
そうなんですよ。多分最後のスケバンやった。まあ最終。で、なんか隣町の、うん、何やったっけな、そいつも意味はあって、そいつとバトってたんだ。あ、なんか言っとったな。何やったっけな、これ。なんで忘れんねん。まあ、そいつとバチバチね、バチバチタランチュラと誰、何、なんかが、まあ、バチバチやってた。ぐらい、うん、ド不良。はい。やったんやけど、はい、うん。それが、ヤママンっつったら、なんか、肝漫才みたいな感じでやってる。二人とも気持ち悪い感じ。二人とも、へにょへにょして。めっちゃおもろいんすけどね。うん。めっちゃ気持ち悪い感じでやってるんですけど、キムが実は、うん。元ヤンなんす。見たことある？お前、写真。あー、ないな。この話したら、エビちゃん、もうお気に入りに入れてるから、その写真。あ、そうなんすぐ出てくんねんけど。はい、思ってる5倍ヤンキー。相方、キムの相方、うん、もうむちゃくちゃサッカー強い高校のレギュラー。だから、ほんまは、ダブルイケイケ。そうそうそう。やのに、めちゃめちゃ気持ち悪い感じで。でも、全くそのイケてた感じが見えへんから、生まれてからずっとイケてないみたいな感じでやってるから、プロやな、うん。最高。キャラ潰しに行ってる。確かに、あんまこんなん言ったらあかんのかもしれない。いや、でもそのなんていうんですか、やっぱりイケイケのサッカーやってたやつと、うん、元ヤンとって、うん、ちょっとまあ嫌われそうではある。確かに、そのまんまやったらな、嫌われそうやから、うん、って言って、こう、なに、いけてないみたいなのに行くはまだわかるけど、わかる。行きすぎて、キモい。もう一段階嫌われる。別のベクトルで嫌われる方向を走り出してる。ここに女がいいんだよな。コント漫才入るよね、いつも。これですか、ヤママン、それです。あ、そうです、そうです。その、このコンビですね。二人。これがイケてたとは思いがたいですね。そう、ぜひ皆さんの画像検索をね、検索してもらいたいんですけれども。はい。という、の、彼女のエビちゃん。はい。と、ベトナム人の、マスダ。大忙しやな。むちゃくちゃやで、マジで。で、4週で話せれるかわからんもんな、いろいろ。その2人が、うん、男女コンビで結構、こう、ビビッドな衣装を着て、うん、ワードで撮る漫才やってる。ツッコミのワードで撮りに行くっていう漫才をしてるっていう、これすごいですよ。駅地下とかのカフェとかもいっぱいあるのかな。いっぱいある。まずここ直下にタリーズがあるし、あ、そうね。で、あの3階でしたっけ、ブルーボトルとか、もう結構最先端のおしゃれカフェがこのビルの中に収まってるんで、ちょっと行ってほしいな、そこらへん。外出てもね、でもうすぐそこ大門でしょ。大門まで行ったらもう飲み屋もまみれてますから、ね、大門って飲み屋街な。飲み屋街ですよね、まあ、結構ね。まあ今は全然開いてないですけど、まあそのビジネスマンたちの飲み屋街か。あ、そうです。ちょっと高い金稼いだサラリーマンたちが帰りにフラット。浜松町と、あとなんかゆりかまめもあるし。ゆりかまめ。まあ、浜松町まで行ったらもう全部行けますからね。はい、俺忘れてた。え？俺今日これ終わったらすぐ帰らなあかんね。え？なんでよ。大井町ってなんか浜松町から一本かなんか、ね。大井町。ああ、京浜東北線じゃないですか。そうなんですかね。特ね。電車に衣装忘れてる。今大井町、それ取りに行くんやな。でもちゃんと意外です。いや、もうこれもちょっとややこしいから話、うん、まあ、まずその忘れてね、大井町ってとこに届いてるんですけど、今届いてる状態なんですけど、そういうのもうほったらかしにしそうというか、取りに行かんタイプと思って、あの新しいの買うタイプやと思ってた。びっくりしました俺も。何？あのね、まず俺今日、うん、今ね、今日ラジオ収録してるじゃないですか、うん、今日俺幕張やと思ってたよ、昨日の時点で。なかなかですよ、明日やからね、幕張は。そう、うん、そうで、だからあのしっかりとした方の衣装、うん、家に持って帰って、次の日幕張やから、はいはいはい、いつも神保町に置いてるんですけど、うん、で今日幕張じゃないってなって。そうね。で、昨日のまあ夜中ぐらいに気づくんだけど、今日幕張じゃないってなったって、こ幕張の予定が移動したみたいに。幕張じゃないって気づいたね。気づいた。気づいて、あ、うん、違う、今日ポートシティラジオの収録が一発目やと。うん、で、
ここに来るじゃないですか、今日来た。で、その幕張やと思って衣装持ってきてないやんか俺は。幕張この後神保町なんで衣装いるんすよ。なるほどね。だから明日幕張やから神保町にいつも置いてる衣装をわざわざ持って帰って、うん、で幕張に持ってくつもりやったけど幕張じゃないってなったから衣装家置いたままここ来た、うん、でこの後神保町あるのに、でだから着る衣装ないから大井町に取りに行かなくなった。何してんのお前。めちゃくちゃ先週の段階で次神保町何時ですって確認して、いやしてました。だからこの時間設定した。この時間にしたお前やもん。俺全部全部俺が社員さんにこの時間でってお願いしたのに。いやこのだから衣装なくしたんも腹立つんが。いやお前腹立つの。お前やって、お前やってこれ、でみんなに聞いてもらい。いやいけ。衣装をなくしたんだ別で。はい。大井町にはほんまになくした衣装がある、ある。届いてるんですよ。2個あるんですよ衣装。はい、大宮やってその日、大宮の劇場があるんですけどね、大宮の、で大宮劇場終わりで、まあみんな東京やから一緒に電車乗って帰るんですけど、うん、まあその時にあの柏木さん、素敵じゃないかの柏木さんと、はい、俺らとで3人で横並びで電車座って帰ったんですよ、うんうん、でその時に柏木さんがめちゃめちゃ物なくすし、めちゃめちゃ時間もルーズやし、私なんかその帰りの電車でなんかまずあの人切符やねんけど電車そうで切符通して出てきた瞬間にどっか行ったとか言ってたしな。もうすぐ物なくす。いやもうそれやばいっすよみたいな話をしてた、うん、なんやったら半ば俺と中村でもう刺す感じで、うん、形でバッて言ってて、預かってたしな切符をそう、うん、なくさんように。そうそうそう、柏木さん持ってたら不安やからっつって、うん、中村に渡して、うん、中村もこれどうしたらいいか分からんからその iPhone ケースと iPhone の間に入れてみたいな。ずっとそれ見て見ながら電車乗って、でそれぞれ降りる順、駅が違うかったんで、うん、先に柏木さんが降りたんです、うん、で降りる時も柏木さんが思い出したんですよ。いや切符切符みたいな、うん、切符を危ねえみたいな。あの iPhone のここに入れたこと、うん、中村を忘れてるんですね。入れてるの忘れてで、まあそれをもうギリギリですよ取って出てって、でそれの前に中村がその上の棚のところに、うん、衣装を置いて、でみんなに言ったんですよ、これちょっと危ないから絶対これ絶対忘れるから、初めて使うからこれは危ない、その棚、これみんなで覚えようみたいな、みんなで覚えましょうみたいなとかがあって、結局忘れて出てったんですよこいつで、忘れて出てってこいつ新宿で降りたんですけど、僕渋谷やったんで次の駅で、僕はどうでもいいもんやから覚えてないじゃないですか、はいはい、で覚えてなくて渋谷で降りて、ちょうど改札出たぐらいで iPhone パッて見たら、衣装忘れた、もう降りたって来て、でうわって俺も思い出して、降りたわって送ったらそれ無視されてしかも普通の無視よりかなり無視やったよいつもスタンプぐらいは送ってくるの、なんでやねんと思って、普通に無視されて、でもね、焦ったな。次の日のライブで、なんか俺が変なやつの話で喋るんですよ。どっかしてるやん。お前やん。お前もっと、上とか見ろよ。で、まあ二軍って言ったらあれですけど、うん、言ったら本ちゃんのもうがっちり作りに行った衣装、プラス、なんか欠けてある、なんか吊るしのスーツ、軽いやつの軽い方やったから、あ俺はもう取りに行くめんどくさくって、うん、こいつはもう取りに行けへんやろうなって思ってたんです。で、多分今日これがあるまでこいつ取りに行く気なかったです。あったよ、でも正直衣装は取りに行くって。だって、もう問い合わせとかしてるってことやからな。まあね。うん、大井町になるとか。大井町よかった。どこ終点なんですかね、そこの、その線の。いや、なんかね、言ったらさ、あれ、埼京線で帰ってたじゃないですか。そうそうそう。だからなんかどっかで、なんか変な、分裂みたいなのして違う線行ってんのよ、わかる？埼京線の端っことかっていうわけじゃないねん。あ、そうなの、うん、エグかったらもっと行ってた。あ、そうですね、エグ。だからその一回目電話した時にないですってなって、え？で違う方の線の方にも一応電話したらそっちにあったから。なるほどね、はい。じゃあそれは取りに行くんや。それは取りに行きます、もちろん物を大事にしますので。
え、こっから、え、10分ですか？全然近いよ。全然近い。めちゃめちゃ近いよ。でも、次意外とリハーサルとか考えたら、ダラダラはできへんやん。ギリギリ。ギリギリでもないんだけどね。これ終わって YouTube 撮りたかったのに。まあまあまあ、あの、あと、まあ今から神保町で撮りましょうや。ふふふ。としたエビナとかまで行ってたってですね。いや、危なかった。行ってたらもう。エビナ？エビナ。サービスエリアですか？サービスエリアにまで取りに行かなかった。斉藤先生は二手に分かれてて。あ、そうでしょ？そこの感じ。新木場側行くか横浜行くかで、こっちで止まったんですよ。だ二択当てたんですね。二択当てた。当たりや。よかったなぁ、それ。エビナきついで。なんか今、その、線が分かれて、タタタタタタってある方で正解の方を選んだ感じ、なんかあれやな。こう、ドミノ倒しで、ポンって当てたって、タタタタって倒れていった方が、なんかギリギリ短い方で、立て直しいける聞く方で止まったみたいな気持ちだったわ。耐えた。なんでそんな経験あんねん。いや、見てた。ドミノ倒しってでもしたことある？まあ、子供の頃遊びでぐらいやな。子供の頃なんか遊びでやったことあるような。うん、あったしな、ちゃんと正式なドミノが。正式なドミノはないって赤もみじさん言うてたで。ネタで。どこ売ってんねんって。売ってるとこおもちゃ屋に売ってんのか、ドミノ。ドミノとして買ったやつがおばあちゃん家にあったから、多分俺の、親の代のドミノ。なんかだからさ、積み木とかで やるもんじゃ、普通なんか。まあなんか倒れそうな同じ形のもんで、みたいな。ちゃんとしたドミノがあったん？ちゃんとドミノとしてあったで。すごい量なんじゃん。いやでもそんなに壮大なもん作ること想定されてへんから。なんか赤と青と黄色と緑。なんかあれと配色一緒。レゴと配色一緒。ドミノを持ってた人みたいな。それ、赤もみじさんに言ってあげよ、ほんまに。赤もみじさんほんまネタでガチで喧嘩してたから、それで。ネタやったら喧嘩じゃないよ。ドミノなんか売ってへん。ドミノ買ってきてっていう。誕生日会だから、あったななんかドミノやるからドミノ買ってきてみたいな。ドミノってどこ売ってんねん。確かに俺それ見たときドミノあるよって思った。でも手に入れられへんのちゃう、なかなか。アマゾンとかやったらその間に合わへんからっていう。ああなるほど、ね。アマゾン明日とかやからその売ってる場所がないってこと、ね。そうおもちゃにあるよ、トイザラスに。絶対調べていい。何をやねん。アマゾンの方が明日手に入るんじゃないですか。確かに今はねアマゾンの方が早い。トイザラスドミノ。トイザラスドミノ。トイザラスってさ、小さい時見ただけでテンション上がる。ワクワクでした。ほら。頼んだら明日の午前中に届く。ほら。全然。ネタちょっと潰し。確かに。これも。まあ赤もみじさんは封印です。ドミノのネタ。ああ。俺が作家やったらゼロ点つける。いや届くからって。届くし。うるせえその作家。ほんまにおるからなこういうやつ。ああでもあるな。トイザラスにも。全然あるよ。間に合います。イメージで喋りすぎ。安本で。まあ、それはね、物が、その加工が簡単やしな。買ってもいいなと思っちゃうな。プラスチックでしょ、でも。プラスチックじゃなかったん？いや、プラスチックやったけど。うん。プラスチックが主流なんかな。これ気になると多分、グーン上がんで。まあ、それはな、一個ずつの。599円で。安いね。買ってもいいもんな。お前やめろや。とりあえず買おうかな。お前普通のもんドミノぐらい散らかすやんけ。確かに。倒した後みたいな。達成感あるやろ。達成感ないやろ。そっちの方が。もともと立ってたんやったらわかるけど。買っちゃおうかな、ドミノ。なんでやねん。え、なんか。いや、てかお前、家決まったよ、そういうの。家決まって、うん。引っ越します。歌舞伎町です。歌舞伎町に住む。最悪ですよ。歌舞伎町ハウス。どこあるんすか3人でルームシェアするんですよ。絶対にナンバーワンなる。そのルームシェアチャンネルで。うん、普通にホストで。何してんの？やろう。とりあえず、勝山っていうのとね、あの、衝撃デリバリーの勝山っていうのと、ナイチンゲールダンスのヤスってやつと3人で住むんですけど。いや、ちょっとね、見に行ったけど、うん、だいぶ大丈夫な歌舞伎町やった。ああ、まあ、うん、大丈夫だから、ね、どこにあんま言えないかもしれない。いや、まあね、明治通り沿いっすね。ああ、かなり絞ってるかな、これ。いや、結構、なんか分かりそう。結構、あの、有名なとこじゃない、ね、え、完全に沿いなの。沿ってんな。へえ、大通り沿いだ。え、下喫茶店のとこじゃないっすね。そんなん言わないでしょ。めちゃめちゃ空気悪いんじゃん。いや、でも、あ、分からん。空気とかは知らん。
でも新宿西今西新宿こちらが変わらんじゃん。いやでもそのさ、鍵ちゃんで明治通り沿いのマンションってなんか結構もう限られますよね。全然調べれる。3人住めてみたいな。まあまあ、何個かしかないよ。まあでも綺麗な感じよ。まあ行かないですよ。まあいい、まあ来ない。誰も来ない。大トロからやろ。ほんで。しかも歌舞伎町やったら行くも来ない。まあ確かに、うん、みんな。そうです。外した時大ダメージだから。外した時。てかかなり本社近いはすごい。あ、めっちゃいいな。なんでどんどんヒント出すね。いやでももう歌舞伎町で。もう俺大体の位置もうイメージついてない。ね、歌舞伎町は歌舞伎町やけど。全然今よりいいなと思った。ああ、そう。今ね、西新宿5丁目の、まあ、今も大通り沿いやからね。うん。いや、でも、勝山が結構。何？まあ、不安がってたというか。いや、あいついろんなこと言うね。まあ、いいわ、聞くわ。勝山今、下高井戸に住んでて。はい。はい、下高井戸の、うん、街並みがすごい好きらしいんですよ。うんなんかいろんなご飯屋さんがあって、うん、小学校とかもあって、はいうん、でまあ結構家族とかでも住んでてみたいな、うん、ほんまに住む町って感じじゃないですか下高井戸、うん、なんか都会すぎずちょっとした町の空気も残しつつみたいな、なんかもう田舎に近いよなそこまでじゃないけどいやだいぶ田舎やで知ってる下高井戸駅前だけやであれでなんかその空気感がすっごい好きなんですよみたいな、うん、なんか勝山に泊まった時に一緒に電車駅まで歩いてる時に、うん、お街見渡しながらうわここ美味しかったなみたいな、うん、一個一個思い出話してって、うん、俺次の街好きになれますかねいや無理やって街はいやもうじゃあね勝山もむちゃくちゃやでほんま俺今までの引っ越し一番いいとこだわとかも言ってたからまあそのもうお前昨日と言ってることちゃうやんみたいな、まあ、いろんなこと言うねん、まあ、コントロールしやすいってことやまあまあまあ、まあ、いや、ね、勝手に楽しむよ勝山もでもあの辺開発してるから東新宿とかのあそうなんですか、ね、あ、はいはい、あそうそうほど悪くない、まあ、ほんま東新宿のとこやなあまあまあ全然、はい、ねいいんじゃないですか全いや全然いいよ悪いとこ なんでそこ行こういやあのね、もともと神保町の近くにしようとしたんですけど、うん、なんかね、一個見つけてすごい綺麗だったところの床がすごい傾いてて、もうすっごい傾いてて、あ、ちょっとやめようってなって、次の神保町探そうと思ったら、安、後輩が、住所歌舞伎町っておもろないですか？それだけ。おもろいんや。あ、別に納得はしてへんけど。いや、それこそ山マンみたいなとか俺とか勝山とか陰気そうなやつが歌舞伎町住んでるのはおもろい陰気そうじゃないでだってそうやろ、うん、だから俺ら陰気そうじゃないや、うんそ特に安なんか歌舞伎町やんもうだからその初めて歌舞伎町に住んでるやつらとして紹介された時悪いやつらに見えるいやでも見えるなほんでさ歌舞伎町ってさ、うん思ったより悪いとこじゃないとかじゃないやん。ちゃんと悪いやん。ちゃんと悪いやつら多いやん。そうやな。あれむっちゃキモいよな。わかるわかる。ちゃんとそこに集まってるというかさ。もうすごいよ、ゴジラの横の道。むっちゃキモない、あれ、はい。あ、これちょっとスポットになってますもんね、なんやったら。キモスポット。キモスポット。変な人多いっすね。あっこなんか花壇の上で。ああ、そこね。そう、あっこで、もう一番真っただ中の時、コロナ。ああだからこうブワー並んで飲んでるみたいな写真結構上がってたから確かにでもあそこにおるなあっこないであとなんか明大かどっかのなんか飲みサーのやつの事件みたいなのを あの広場やったよ あそうあのなんか薬混ぜ込む睡眠薬混ぜ込むあのアパの前やうわあっこまで中枢に行ったらやばいしかもあれの向かいのカラオケ館みたいなカラオケ屋さんって、うん発砲事件ありました。ありましたよね。めちゃくちゃ。あそこら辺は、だからその、普通にありえへんことが起こりまくってる街ではあるから。飛び降りだとか、その視察とかもあったし、はいはい、めちゃくちゃな街ではある、やっぱ。まあでも、よりかなり外れてるから。そうそうまあ、東京ってあんま東京人はいないって言うじゃないですか。はい、結構こう、街中から集まった、って日本中から集まったおのぼりさんがこう、はいはい、東京に来た、来ましたってなった時に、うん歌舞伎町やってなるマインドのやつらの集まりやから、うん、やっぱそう日本中のネジ外れが怖いもんここにギューってなってんの歌舞伎町行くんって普通いや怖い
怖いってすり込みあんもん。怖いとかのネジないやつが、外れたやつがもう行く場所や。ほんまに東方しか行かんすよね、歌舞伎町。むっちゃちゃんと怖い人ら多いよな。なんなんあれ、あんな怖い人おるん、いっぱい。人、日本に。日本に。うん。会ったことなかったんけど、今まで。あそこにおんねや、みんな。いや、でもそういう、そんな場所に住みます。そういうもんもあんな感じやったね。いや、そういうもんは、なんか可愛かったよ。なんかもう、もっと可愛らしいで、あれ。ソエモンの方が俺嫌やったけどな。バンバン車通るやん。それは、その、寄らなあかん、だるさってこと。道遅いのに車は通んねん。だってその、なんか人対人の、バチバチじゃないの、はい。なんかたまに車対人みたいな構図もあるから、なんかいい。ちょっとアングラな感じしますね。そう、殺伐としてましたよね、ソエモンの方がなんか。確かに、まあ、しかも、こう、広な。あのソエモンみたいな場所、ソエモンとしてやってるそのそれだるい場所。あ、そうそう、ソエモンの範囲が広い。範囲が広い。歌舞伎町って意外と狭いやん。うん。範囲が、いや、ほんまにやばいさ範囲。うん。で、さ、広い分そのだるい場所は多かったな、確かに。ここら辺の店もギリだるいみたいな。あ、その一応範囲に含まれてる店みたいな。住む場所は全然大丈夫。マジ大丈夫。だって俺これは言っていいかな。いいかも。家賃安いんすか。いや、家賃なんか言ったらもう特定されん。あ、まあ、いやでも、いや、1人7ぐらいです。へえ、あ、まあまあ、別にまあまあす、まあまあやで。そのそれこそ神保町で探してた時はそんな話じゃなかったから。まあいいねんけど、それで俺は8階なん。8階で、確かにそのマンションにも怖い人住んでんちゃうかみたいな、怖かったよ、ちょっと。エレベーターとかちょっと怖いじゃないですか。そうね。なんか怖い人乗ってきたりとか一緒になったりするんちゃうかなと思ってて、8階から降りてる時に、ピコーンってこう、5階で止まって、ずーっと開いた。おばあちゃんの大群。で、5階は多分おばあちゃんで閉めてんのよ。何人 ?280 人ぐらい。これもうええで、この話。聞くたびに増えるんですよ、おばあちゃんの数。はじめ6人やったのに、2回目聞いたら40人って。ほんまの話していい？うん。ほんまに、9人。多ない？おばあちゃん9人待ってんねんで、エレベーター。ウィーンって開いたら。そういう回やっただけやって、たまたま。いやー、でも怖かったな。ほんで、なんか、乗れるだけ乗っちゃいいみたいなやったしな。うん、俺ら女に。怖いやん、そんな。普通、あ、どうぞどうぞってなるくない？カメラ探すわ。いや、怖かったな。な、ほんま俺もドッキリかと思ったけど。で、おばあ、だからまあ、だからそういうおばあちゃんとかもおるような。で、普通のおばあちゃんですか？普通。いや、ちょっと明るいっすね。明るいっすね。髪の色とかも込みで。あ、歌舞伎町でやってきたおばあちゃん。大家さんの話した？聞いてない。めっちゃおもろかったよ。俺これで唯一なんかここ住んでよかったなって初めてまず思えたんだけど、うん、大家さんすごい優しそうなおばあちゃん、おばあちゃん、うん、おばあちゃんで、なんかで僕らのことしてくれてて、うん、そのあのね、不動産から聞いて、うん、吉本なんやねみたいな、うん、3人ともみたいな、でなんかそれぞれコンビとかコンビ名とか聞かれてるけど、あっちもまあごめんなさい、わかんないです、うん、みたいな、まあまあね、みたいなあるやん、うん、あみたいなやって、でも、歌舞伎町に本社あるもんね、みたいな。うん。あ、そうなんです、みたいな。あそこ結構行ったりするの？みたいな。うん。行ったりします。なんか学校を建て替えて、あ、そうです、うんうん、そうです、みたいな。よく知ってますね。あそこ通ってたの。おもろ。そこ通ってた人おったと。すごちゃんと学校として機能してるときに、地元の人ちゃんとずっとそこら辺の人なんですよね。あっこが地元ってすごい。おもろいよな。あそこの、で、なんか、だからそれ、ってなって。いや。そのおばあちゃん、あの、あの教室、ある、そのまま使ってるのって言われて、めっちゃテンション上がってたら。じゃあ案内してあげたいな。いや、案内してあげたい、普通に。真ん中のグランドの感じとかもしてたし。いや、俺思ってん、これこっちの本社が、もともと小学校でしたみたいな、うん、聞いたときに、うん、誰が通わすねんと思って。まあ、いや、誰が、だから、なんかね、言ってたで、あの、あそこがまだ歌舞伎町じゃなかったんで。広がってったんや。そう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 。新大久保っていう扱いやってんで。あー、でもそっか。だからあのさ、歌舞伎町は日本の通りぐらいのことだけを指してたらしいんだけど、だんだんなんかその範囲が広がってきて、
そゴールデン街が後付けってことですか。じゃあゴールデン街はゴールデン街で、なんかその歌舞伎町のもう一個手前にある飲み屋街みたいな感じ。あ、というか都電とかも走ってましたよね。あ、そうなんですか。はい、あのゴールデン街前、電車並木道みたいなとこから線路の後。昔の方が良さそう。歌舞伎町の歴史めっちゃし詳しい人だと思うんじゃないですか。いや確かに、でもその人むっちゃおもろかった話してて。めっちゃいいなそれ。じゃあその人を案内する。そうですね。だからもしかしたら本社案内してやっぱ泣いたりもするやん。ほんまに。むっちゃその人がなんかその教室をそのまま使ってるんですかとかのテンションじゃないから、あの教室がまだみたいな。その夏完全に改装されて、だからいろいろ聞かれて、トイレはどうやとか、その真ん中のグラウンドはどうやとか、でプールはとか、プールなくなったんだとか。そうそうそう。プールってもともとあっこっすか。あのプールどこ、あっこじゃないですか。あの奥っぽくないですか。入って多分あの右手がでっかい会議室やる、はい、体育館、はい、で体育館右手に見てまっすぐ進んで、はいはい、で左曲がるじゃないですか、はいはい、この左曲がった後のこの右側あ区役所の奥プールっぽくないですか。確かに確かに位置的になんかね、確かその校舎内じゃなく一個横にあったみたいな感じやったから、そんな感じかもな。でおもろかったです、その人の一緒に話した10組とか。あれなんか ご神栄っていうのが大事なの入れる、はい、金庫みたいなそのまま残ってたら、テンション上がるみたいな。おばあちゃん確かに。いやでも言ってあげたい。あの中のグラウンドにタイムカプセルあるかも。マジ掘り上げる。怒られる。それってどうなんですか。なんか申請出したら一般の人入れれるんですか。 OB とかやったらギリなんか許されそうじゃない。一応撮影のゲストみたいな理由あったらいけそうですよね。うん、確かに面白いじゃないですか。ちょっといいなそれ、やりたいな。おいコンテンツにしようとすんなよ。お前、いや待てよ、お前らコンテンツにしようとして引っ越してる。いやじゃあそのおばちゃんをな。俺らのいやウィンウィンや、これ別に新しく見つけたあの温かい場所をすぐコンテンツにするんですよ。もうちょっと待ってあげて。じゃあこれウィンウィン、おばあちゃんだってさ見たいやんか。昔おばあちゃんってまだ言わんといて、ギリギリおばちゃんでいかないぐらいの若い感じだったから。だからその人を見た時にすっごい昔じゃないんやとは思った。学校へ。あ確かに。そうそうそう。あれいつから学校なんですか。もともとどこなんなんやったら。何が本社。本社。もともとの本社別。神保町にあるんです、ね。そうなんですか、ね。赤坂神保町新宿。新宿で落ち着くんやな。まあ広いからじゃ。でかい。すごいよな、でもあれ、学校改装してみたいな、スタジオみたいなのもあってみたいな。皆さん見せてあげたい。見せてあげたい。ちょっと、じゃあまあ、一回落ち着いたら。うん。じゃあしっかり仲良く、また住んでないからさ。まあ、俺も仲良くなりたいしな。うん。それは。でもなんか芸人の立ち入り NG に したいらしい。安。めちゃくちゃ絶対、なんかもう、確かにでもそうやなと思ってんけど。うん、普通の近隣迷惑とかとはわけがちゃう場所。わけが違う。もしかしたらもしかするっていうので、確かに。発砲まであるよな。あら、全然余裕である。警察来たらラッキーよ。確かに。警察も来てくれへん。確かに。僕はもう静かにする場所見た。確かに。でもまあちょっとみんなに来てほしいんですけどね。まあまあ、おとなしいやつだけ呼んだらええんちゃう。その、暴れるやつ想定しすぎやつ。いやいや、その、行ったあかんが、行った方がいいって思う時はあるし、あなたでも、みんな。芸人はその、ただの静かでは済まへんから。静かなやつがうるさくしたらおもろいとかになるし。ああ。難しい。入り組んでるから。確かに。はい。で、ちょっとだから、まあ、様子見ながらやな。それ斡旋してんのお前やけど。いやいや、また、じゃせえへんよ、ここでは。どこで斡旋してた、俺。どこで斡旋してた。静かなやつ。うん。を煽ってうるさくさせてんの。じゃあそれ劇場とかやん。全然は一緒ちゃうから、それ仕事場やから。いやその日から働くで、やっぱり。はい、どうですか今何分。あ、うん、あ、分かりました、うん、エンディングのお時間です。はい、まあ全然竹芝の話なかったんですけど、カメラね持ってきましたんで。あ、もうできた。はい、最後に今日僕なんかちょっと自分で撮ってほしいな。無理なんそれ。どういうこと。あのタイマーみたいなんで、俺の写真ばっかなっちゃってたからさ。
ポートしてるやつ。いやでももうそれしょうがない、無理よ。タイマーみたいにできんの？タイマーはあるけど、うん、そのスタンド自分でレンズ覗いて撮らないと、うん、あ意味ない。いいカメラの意味はないよな。あそう。まあでも峡谷の写真もちょっと貼りたいですね。それはじゃあそっちで iPhone で撮ってもらって、うん、確かに。というフーディーで撮ろうちょっとキラキラさせてくれる、うん、ありがたいですね。はい、ということでエンディングの時間でございます。はい、寂しいですが9番街レトロはここで別れて、ね、僕ら9月は9番街フェスとかやって9番街レトロの月やとか言ってやってて、うん、それの月にちょうどこれあった、むっちゃラッキーやったね。ありがとうございました。マリーマリーにバトンを渡せることが濃厚です。濃厚 99% マリーマリーということでございます、はい、実際どうなったのかそれもお楽しみにしてください、はい、10月8はお休みなんですね。あ1日がお休み、あ1がお休みで8から、はい、ということでございます。次回もまた聞いてください。お相手は9番街レトロでした。ありがとうございました。うん、港区海岸一丁目、交通機関はゆりかもめ、川崎重工東京本社前、徒歩10分浜松町まで、オールデイオールナイおしゃれな街、オールデイオールナイ君と歩きたい、オールデイオールナイただ景色が見たい、オールデイオールナイ竹芝ミッナイ、東京ポートシティ竹芝、右も左もわかんね、俺たちは真っ白ローソン偵察ロボ、紀元前の形した蛍光灯、蜂がブンブン飛び回る養蜂場天ぷら高尾は福岡発祥、粉間違えんなよ黒ウーロン、グッドラックカリーはフレンチとの融合、液晶で確認混雑状況、ハイテクノロジーの令和仕様、飲むのは NG スマホ洗浄、4階から5階ヘブンズゲート、貧困も富裕層も関係ない、ここクリアみんなセレブのゴールデンタイム、港区海岸一丁目、素敵な街だここが竹芝 Yeah